ここからはクロストークをお届けします。この後17時からはウェザーニュースライブイブニングをお届けしていきます。この後の担当は檜山沙耶キャスターです。よろしくお願いします。こんばんは。この後17時からウェザーニュースライブイブニングを担当します。今夜からそのお天気を見ていきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速いいですか？いいですこちらの、はい、リポート、今日おやつリポートをご紹介していて、ごかぼうってみんな知ってるんだろうなって思ってたんですけど、はい、知ってる？知らない？知らなかったですよ。本当に？埼玉のお菓子なんですか？私それ知らなかったんですよ、うん、埼玉のらしいです。サイの国って書いてありますよね。びっくりした、はい、普通に全国にあのなんか昔からありそうな感じがしますよね。あるあるある、うん、でも売ってる、記憶なくて食べたことでもありそうな気もします。この見た目おい、うん、あると思う。ありますかね、うん、うんって言って、うん、うん、あります。無理やり言わせてみましたそっか、あんまメジャー、メジャーじゃないのは、千葉のスーパーで売られてるぐらいですもんね、うん、見た、ね、だって埼玉のお菓子が千葉まで進出してるってことは、うん、茨城にまたおかしくないですよね。あ、お隣ですか？お届けに行きますよ。あ、本当ですか？はい、嬉しいです。あ、そうそう、でもなんか言われるとパッケージ見覚えあるようなないような、そう、はい、でもいろんな多分、はい、種類があるの で、 あ、そうなんですか。これきな粉ですけど、うんうん、私のイメージしてるコカボーってなんかね、黄緑色っぽいやつもあったりして、周りがお砂糖でこうコーティングされてる、美味しそう、コカボーもねあったりするんですよ。柔らかいんですか？うん、柔らかい。なんかね、なんかお米みたいな形、一個一個つぶつぶしてるんだけど、お米じゃなくって、はい、あれはなんて言ったらいいんだろう。さっきもね、雷おこしってあるじゃん、うん、聞きました。あれを柔らかくした感じ、うん、食感もそうだね、柔らかくした感じ、食べてみたいです。ぜひ見つけたら食べてみて。なんかお茶とかにも合いそうですよね。お茶受けにぴったりだと思う。最高ですね、うん、すごい販売員のような販売もうなんならあの前あの出したいもん。どうですか？試食いかがですか？いいですか？いただきますお茶と一緒にどうぞ。これは合いますねやりたい、すごい時期にぴったりです本当だね、はい、ちょっとねほっと一息つきたい時に温かいお茶と一緒にぜひ召し上がっていただきたい、はい、でもこう番組をお届けしているとそういうご当地のネタって、ね、知らないけど実はこんなんあったんだとか、ね、いっぱい知れるから面白いよ ね、 都道府県ごとにやっぱりおすすめのメーカーがあると、そうそう、あるある、ね、気になっちゃいますよね、うん、気になっちゃう、うん、ちなみに茨城ってなんかおすすめのお菓子あったりしますか？水戸の梅とのし梅が好きです。あ、のし梅か、はい、それって水戸なんだ。水戸なんですよ、それこそあの茶道部とかに持ってくと喜ばれます、うん、そうだね、茶道で本当にちょっと一口ねいただくとかはね、さっぱりしていて、いいよね、はい、あ、ご当地も楽しいね。楽しいですよね。やっぱりゆかりんさんはこちらですか？いや、私はね、はい、あの埼玉だと、はい、彩花の宝石っていうグミのような、 あれ美味しいですよね。そう、フルーツの形をして、はい、ちゃんとフルーツの味するんで、贈り物にもいいですよね。そうそうそう、あれが埼玉だったら代表的だと思ってたんですけど、私埼玉出身じゃなくてもあれ贈り物で贈りましたもん、うん、美味しいよね。美味しいですよね。そう、なんかね、見た目も可愛いし、そうなんですよ、美味しいんですよ味も、ね、あ、草加せんべいも確かにイメージがある。確かに、うん、友人が結婚式で ね、 いいでね、はい、草加せんべい歩きあの配って、配ってましただって皆さん好きですもんねそうそうそう、裏切らない草加せんべい、ね、だって万人に受けますよねそうそう、でもここでってここありがとう観光なようですね。そうそう、せんべいだけ持って帰りましたけど、なんだか可愛らしいですね、うん、面白かったその時は、はい、ね、いろいろ多分メーカーと呼ばれるお菓子もありますし、うんうん、ライフスタイルリポートね、お食事合わせておやつリポートもご紹介させていただきました、はい、この後もぜひご当地ものとかね、ぜひあったら、ね、送っていただきたいですね、はい、お待ちしております。お待ちしています、まあ、そんなライフスタイルもたくさんご紹介できるくらい穏やかな空広がってる地域もあったんですが、はい、一部で、雨の降り方強まっている地域もありました、うん、この後も少し東北のあたりもね、はい、お天気心配なところありそうですね。そうですね、引き続きあの雷を伴って雨足強まっている時間帯ありましたが、この後も不安定な状況続く可能性があります。そして沖縄方面もですね、南西諸島も湿った空気流れ込みやすく、引き続き雨の降り方が強まる心配がありますので詳しく見ていきましょう。
はい、ではこの後17時からイブニングよろしくお願いします。よろしくお願いします。ここまで白井ゆかりがお届けしていきました。皆さんこの後も素敵なお時間をお過ごしください。それでは。